皆様こんばんは。今日もフィットラボチャンネルをご覧いただきまして誠にありがとうございます。ゴールデンウィークが明けまして1週間ほどになりますが、ご体調の変化などございませんでしょうか。昔からですね、5月病という言葉がありますように、この時期になりますと自律神経の乱れのような不調を訴えられる方が増えてきているように感じます。今日はですね、自律神経を整える、呼吸ということについてご紹介させていただきたいんですけれども、以前このフィットラボチャンネルでもプラーナヤーマという呼吸法をご紹介させていただきました。おそらくこの辺に今アナウンスが出ているかと思うんですけれども、そういった呼吸法を取り入れていただくのもいいんですけれども、今日は誰もが知っている体操、国民的エクササイズですね、こちらを正確な動きで行うことで深い呼吸を得られて呼吸機能もアップするという内容でご紹介させていただこうと思っております。その国民的エクササイズとはラジオ体操です。皆様子供さんの頃とかに必ず夏休みとかにされてたかと思いますので、そのラジオ体操を思い出しながらぜひ実践してみていただければと思います。ではまず、実践していただきやすいラジオ体操第1なんですけれども、このラジオ体操第1は全部で13の動きで構成されています。で、通しでその13の動きを行っていただいても大体3分ちょっとの、体操になりますので、毎日気軽に実践していただきやすい内容かと思います。で、中でも今日は特に呼吸機能ですとか、深い呼吸ということを意識して行っていただける動きをご紹介したいと思います。まず4番目に出てくる、胸を反らす運動というのがございます。まず足を開上げた状態で横に腕を広げて、次に胸を反らしながら高く腕を上げるという、この繰り返しの運動です。で、この時のポイントなんですけれども、腕には力を入れず拳は軽く握る。で、胸を反らすときに腕を上げるときは手のひらを天に向けるイメージで広げます。ですので、こういう感じですね。で、ポイントとしましては、腕を上げるときに吸う、下ろすときに吐く、吸う、吐く、吸う。という感じで、繰り返していきます。同じように、斜めに体を倒して、続けて胸を反らす運動というのが9番目に出てきます。これも同じなんですけれども、斜めに倒すときには吐く、で、吸うときには手のひらを天に向ける、で、また吐く、手のひらを天に向けて吸うというふうに繰り返します。で、ここで吸います。で、ここで吸いますっていうような感じで、行います。今ご紹介しました、4番目に出てきます胸を反らす運動ですとか、体を斜め前に倒して正面で胸を反らす運動というのは、腕の無駄な力を抜いて拳を作って振り上げる、で、胸を反らすときには手のひらを天に向ける、上げるときには吸う、
下ろすときには吐く、また胸を反らすときに大きく吸う、吐くというのを繰り返していただくといいですので、コツをつかめば簡単かと思います。で、次にご紹介したいのはちょっと呼吸のコツがいるんですけれども、5番目に出てきますお体を横に倒す運動というのが出てきます。この運動なんですけれども、行うときには腕をしならせるイメージで行いながら、倒すときに鼻からふっと息を吐くように行います。この運動自体はですね、柔軟性を高めたりですとか、正しい姿勢づくりに役立ったりですとか、あと、消化機能にもいい働きがする動き運動というふうに言われてますが、この勢いよく吐くということで呼吸機能もアップしますし、実は呼吸というのは吸うよりも吐く方が大事とも言われてますので、しっかりと吐くようなイメージで実践してみてください。ではですね、今ご紹介しました4番目の胸を反らす運動、9番目の斜め前にお体を倒してまた正面で胸を反らす運動、そして、5番目の横にこう倒しながら、息を吐くっていう運動を今日は意識して行ってみてください。そして最後ですね、13番目に、深呼吸が出てきます。この時は呼吸を整えるイメージで、腕の動きにはとらわれすぎず、腕を上げた時に、吸う、下ろす時にゆっくり吐くっていうのを繰り返して、吸う吐くという感じで、最後しっかりと呼吸を整えていきます。では、今日は呼吸に意識して一緒にラジオ体操をしてみましょう。タンタンタラタタタタンタンタラタタ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 タ。